ジャクリーン・フェルナンデスは、スリランカの女優、モデル。ミス・ユニバース・スリランカの2006年優勝者。女優としては、アラジン・不思議なランプと、マジン・リング・マスターに出演して、以来、主にインドのボリウッドで活動している。1985年8月11日に、バーレーンのマナーマで暮らすマルチエスニック家庭に生まれる。父、エルロイ・フェルナンデスは、バーガー人。 母キムはマレーシア人、母方の祖父はカナダ人である。エルロイはスリランカで活動するミュージシャンだったが、スリランカ内戦から逃れるため1980年代にバーレーンに移住し、同地で客室乗務員だったキムと出会った。ジャクリーンは第4子であり、姉が1人、兄が2人いる。14歳の時にバーレーンのテレビ番組に出演した。同国で教育を受けた後、 オーストラリアのシドニー大学に留学して、マスコミュニケーションの学位を取得した。大学卒業後はスリランカに帰国し、テレビレポーターとして活動した。また、ベルリッツコーポレーションの言語学校でスペイン語を学び、さらに、フランス語とアラビア語の向上に勤めた。ジャクリーンは、幼少期から女優になることを望み、ハリウッドで女優になることを夢見ていた。彼女は、 ジョン演劇学校で演技を学び、レポーターの仕事の傍ら演劇活動を行い、その結果モデル業界からスカウトされた。2006年にミスユニバーススリランカの優勝者となり、ロサンゼルスで開催されたミスユニバース2006ではスリランカ代表を務めた。同年にはバティアサンタ種のミュージックビデオオーソティに出演した。彼女は2015年のインタビューでモデル業界を 良いトレーニングの場だったと語っている。2009年から2013年、アラジン不思議なランプと、マジンリングマスターの、オーディオリリースに出席するリテイシュデーシュムク、ジャクリーン・フェルナンデス、アミターブ、バッチャン、レース2の記者会見に出席するジャクリーン・フェルナンデス、アミーシャ・パテル、ジョン・エイブラハム、ディー・ピカ・パード・コーン、サイフ・アリー・カーン、アニル・カプール2009年に、モデル活動のため、 インドを訪問した。彼女は、同国で、アラジン不思議なランプと、マジンリングマスターのオーディションに参加し、ヒロインのジャスミン役に起用され、リテイシュデイシムクと共演した。同作で、女優デビューしたジャクリーンについて、ラジーブ・マサンドは、魅力的で自信ありげに見えるが、彼女がやることは、ほとんどなかったと批評している。同作は、工業的、批評的に大きな失敗だったものの、 ジャクリーンは国際インド映画アカデミー賞最優秀新人女優賞を受賞した。2010年にジャーネ・カハン・セアジェ・ハイで再びデイシムクと共演し愛を求めて地球を訪れた近世人の女性を演じた。同作は批評家から告評され、ジャクリーンの演技も rediff.com のスカニア・ベルマやニューデリーテレビジョンのアヌパマ・チョープラーから告評された。 同年には、サジードカーンの、ハウスフルで、アイテムナンバーを務めた。2011年にマヘイシュバットの、マーダー2に出演し、同作の成功によりジャクリーンのキャリアは好転した。同作では、イムラン・ハーシミー演じるアルジュンと複雑な関係に、陥るモデルのプレイヤー役を演じた。彼女の演技とセックスアピールは批評家から絶賛され、ザ・タイムズ・オブ・インディアのガウラブ・マリには彼女を、 上品で魅力的と絶賛したが、ハーシュミートのロマンスについては、文字通り生焼けだったと批評している。2012年に、ハウスフルニで、アクシャイ・クマール、ジョン・エイブラハム、アシント・トゥンカルと共演した。同作は2012年のボリウッド映画工業成績、第8位となり、工業収入18億ルピーを記録した。しかし、ジャクリーンの演技は批評家から酷評され、 ガウラブ・マリには彼女の外見を称賛したものの、ニューデリーテレビジョンからは、その役柄に何の楽しさも見出せない軽薄女と酷評された。批評家からは酷評されたものの、ジャクリーンは国際インド映画アカデミー賞最優秀女演女優賞を受賞した。2013年にアッパスイコールムスタンのレイス2でサイフ・アリー・カーン、ジョン・エイブラハム、 ディー・ピカ・パード・コーンと共演した。同作は、ラジーブ・マサンドから、くだらない小説と、同レベルの映画と表現されている。ジャクリーンは、ファム・ファタールのお兄者役を演じ、役作りのために、フェンシングとアクロバットを学んだ。同作は、工業的に大きな成功を収め、国内工業収入は10億ルピーを超えた。一方、非表面では酷評され、 ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは、ジャクリーンとディーピカーについて、着飾っているがどこにも行かず、周囲を動き回るロボットと批評している。同年には、プラブデーバのラマイア・ビストバイアで、アイテムナンバーを務めた。2014年以降、ジャクリーン・フェルナンデスとタイガー・シュロフ、ジャクリーン・フェルナンデスとシッター・ルマルホートラ2014年に、サジード・ナディア・ドワーラーの監督デビュー作。 キックでサルマンカーンと共演した。これまでジャクリーンの声は吹き替え処理が施されていたが、同作で初めて吹き替えなしで彼女の声が用いられた。スネーハーメイフランシスは彼女を信じられないほど華々しく魔法のように動いたと称賛したが、rediff.com のラジャセンは彼女のセリフ運びを残念なものだったと批評している。 同作の興業収入は37億5000万ルピーを記録し、当時のボリウッド映画歴代興業成績第4位となった。また、同作の成功によりジャクリーンは、ボリウッドで、最も人気のある女優の一人として、地位を確立した。2015年に、ロイに出演したが、同作は批評化されたエタンワルから、非常につまらなく、退屈でこれ見よがしな映画と評された。 ジャクリーンは2役を演じ、インディア TV からは、彼女のこれまでの中で最高の演技、ラジーブ・マサンドからはミスキャストだったように思うと批評されている。同作は工業的に失敗した。同年にはバニシュタンにも出演している。カラン・マルホートラのブラザーズでアクシャイ・クマール、シッタールト・マルホートラと共演した。ジャクリーンは子供に苦労させられる母親、ジェニーを演じ、 役柄について、挑戦的、強烈、難しいものだったと語っている。彼女はこの役を演じたことで、それまで演じてきたグラマラスな女性キャラクターのイメージからの脱却に成功した。G ニュースのドーリティシャルマはジャークリーンについて、ストリートファイターの妻としての素晴らしいキャラクターに、説得力を持たせている、スバーシュケージャーは、限られた役柄の中で、 素晴らしい感情的な撮影を行ったと批評している。同年には Definition of Fear で主演を務め、ハリウッドデビューを果たした。2016年に House f u l 3でアクシャイ・クマールと共演した。ジャクリーンの演技はファーストポストから酷評され、視覚的な見栄え以上の扱いがされていないと批評された。同作は批評家から酷評されたものの、 工業収入は18億8000万ルピーを記録した。同年に出演したディショグも工業収入15億ルピーを記録し、ダンスショー番組ジャホロック・ディー・クラ・ジャー・シーズン9では審査員を務めた。2017年にラージにディモールクリシュナ・ディー・ケイのエージェントルマンでシッタールト・マルホートラと共演したが、同作は批評家から酷評され、工業的にも失敗している。 同年には、デビット・ダワンの、ジュード・バ・ニー・レ・バ・ルン・ダワン、タープ・シー・パン・ニュと共演した。同作は、踊る・ツインズのリメイクであり、工業的な成功を収めた。2018年に、チャンドラン・ラトナムの、アコーディング・ツー・マ・シューで主演を務め、スリランカ映画デビューを果たした。当初は2017年4月公開予定だったが、2018年に、延期され11月に公開された。同年には、 デモでーザのレース3ではサルマン・カーンと共演している。2019年にスジートのサーフォーでアイテムナンバーを務め、ネットフリックス配信のドライブ、ドライブではスシャントシン・ラージ・プートと共演した。ランドローバー・レンジロー,バー・バイボークの新車発表イベントに出席するジャクリーン・フェルナンデス2008年からバーレーン王家のハサーン・ビンラシド・アル・ハリーファと交際していたが、 2011年に破局している。2011年にはハウスフルに撮影中に監督のサジードカーンとの交際を始めた。メディアからは結婚間近という報道が出たものの2013年5月に破局している。ジャクリーンは複数の事前団体を支援している。また動物の保護運動にも参加しており2014年に動物の倫理的扱いを求める人々の会から ウーマン・オブ・ザ・ヤーに選ばれている。この他にコンサートツアーも開催しており、2013年には、シャールク・クカーン、ラーニー・ムカルジー、マドリディ・リーク・シットと共に、テンプテーションズ・リローデッドを開催し、オークランド、パース、シドニーをめぐった。2014年には、ライブ・タレント・ショー、ガット・タレント・ワールド・ステージ・ライブに、シャールク・クカーン、ブリアン・ガー・チョープラー、バルン・ダ・ワンと共に出演した。 同年7月には、スリランカの料理人ダルシャン・ムニダーサと共同でコロンボにレストランを開業した。2018年7月には、アクティブワイヤを取り扱うブランド、ジャスト F を立ち上げた。ボリウッドショーストッパーズ2014に参加する、ジャクリーン・フェルナンデス2008年と2011年に、イースタン・アイが選ぶ、世界で最もセクシーなアジア人女性の第12位にランクインした。 2013年と2014年には、ザ・タイムズ・オブ・インディアが選ぶ、最も好まれる女性の第3位にランクインし、過去3年間で、それぞれ、第8位、第7位、第14位にランクインしている。2013年に REDIFF.com の、ボリウッドベストドレスアクトレスの1人に選ばれた。2014年には、フォーブス・インディアのセレブリティ100で、第62位に選ばれた。 2013年に HTC1 シリーズのブランド大使に任命され、同年にはガレスピューがデザインしたフォーエバーマークダイヤモンドのスポークスパーソンになった。また、ムンバイのフォーエバー21のオープンイベントジレットのシェービングシステムのイベントにはアルバーズ、カーン、アディティアロイカプールと共に出席している。ジャクリーンのキャリアについてインディア TV は ゆっくりと、だが確実に、ジャクリーン・フェルナンデスは成功のはしごを登っている。ジャクリーンは、女優がやるべき仕事の、あらゆる部分を把握しており、それに応じて、結果を出していると批評しており、インディア・トゥデイのチャルタークルは、ジャクリーンの演技力を酷評したものの、グラマラスな役柄を積み重ねることで、ボリウッドでの居場所を見つけたと批評している。ジャクリーン・フェルナンデス、ありがとうございます。